おや、ソローネ君、懺悔したいことでも？別に、ちょっと思い出しただけ。大聖堂に隠されたお宝の噂をね。愚者は焼けた金貨を拾う。欲をかいては火傷しますよ。火傷が怖くて盗賊が務まるもんかい。誰かが欲しいものを盗み、誰かの邪魔な人間を消して、そうして繰り返す。同じ日を、あてもなく。俺たちはこのゴミためで生きていくしかない。血のつながらない両親に首輪をはめられてな。誰が俺らを売りやがった！私の顔に泥を塗りやがって、このメス蛇が！裏切り者には死を、それが掟だ。マザーとファーザー、二人が頭となり、蛇は動いている。ソローネは町の人が持っているアイテムを盗むことができます。さらに旅の妨げとなる人を闇討ちし、一時的に気絶させることも。やったぜ！ソローネがパーティーにいると、闇夜の加護により夜の時間帯は味方全員が強化されるでしょう。蛇は素早いよ。底力を発揮すれば1ターンに2回続けて行動することが可能になります。本気出すか。人を思い通りにするには痛みが一番さ。生きたいなら殺せ。ファーザー、初めて目的ができた。私は自由になる。待っててね、母さん、父さん。まったく、神は何を見ておられるのか。平和だったからってサボらないでほしいですね。なぜあなたのような人が異端審問官に？教皇が選んだ、それだけですよ。ここに来て教会へ反発する動きが出始めている。下がれ、貴様の審問など不要だ。異端が動き始めている話は本当だったようですね。どうも嫌な予感がしてきました。テメノスは町の人を導き、一緒に連れて歩くことができます。さらに町の人とのバトル中にブレイクさせることで情報を暴くことも。テメノスがパーティーにいると、月光の審判により夜の時間帯は敵全員が弱体化するでしょう。底力を発揮すれば敵の弱点を無視して全ての攻撃でシールドを削ることが可能になります。テメノスさん、後ろに下がってください。心強いですが、守られてばかりもいられません。慎めよ、教皇の犬目が。やがて夜迫る。この言葉が指す真実を突き止めなくては。8人の旅人たちは基本となるベースジョブを最初から持っていますが、ゲームを進めるとバトル用にもう一つのジョブ、バトルジョブを組み合わせることができるようになります。一つ目のメリットは装備できる武器の種類が増えること。ベースジョブとバトルジョブ両方の武器を扱えるようになります。二つ目のメリットは使えるアビリティが増えること。攻撃が得意な剣士の光に神官の回復アビリティを覚えさせたり、魔法が得意な学者のオズバルドに踊り子の支援アビリティを覚えさせるなど、その組み合わせは多種多様です。特殊なバトルジョブ以外は町に点在するギルドからライセンスを発行してもらうことで入手できます。ギルドの課題をクリアすればライセンスを複数もらうことも可能です。踊りましょう。パーティー4人全員を同じジョブにするなんてこともできるかもしれません。さあ、あなたの手で8人の可能性を広げましょう。誰と出会い、誰と戦い、
どんな旅路を歩むか、全ては君に託される。天啓、授けよ。オクトパストラベラー2は2023年2月24日発売予定。旅立とう、君だけの物語へ。